ホエンハイム殿、うん、ご子息二人とも病院に無事収容しましたぞ。 ありがとう、感謝します。いえ、感謝するのはこちらの方です、うん、エドワード・エルリックとアルフォンス・エルリック、あの二人の少年がいなければこの国は滅んでいました。ありがとうございます。ありがとう。ただいま、トリシャ。エドワードが親父って呼んでくれたんだ。クソがついてたんだけどな。人より長く生き続けるなんてしんどいことばかりだと思ってた。だけど君や息子たちに会えて生きててよかったと心から思えるようになった。充実した人生だった。そうさ、十分だ。ありがとう、トリシャ。でもやっぱり死にたくねえって思っちゃうな。ほんと俺ってしょうがねえな。タイム、なんだい、帰ってたのかい。バカタレが、なんて幸せそうな顔して死んでんだい。やっと見つけた。